TSS サンキューフォーゼロキャンペーン、育児の話題をお伝えするサンキューフォーゼロ、担当は石井さんです。こんばんは。今回のテーマはこちら、ママと仕事を考えます。育児は楽しいけれど社会とつながっていたい、でも仕事となると不安、そんなママも多いのではないでしょうか。そんな中、今回はママと仕事をテーマにあるイベントを取材してきました。こちらはショッピングセンターの一角なんですが、視点を変えると子連れのママたちでにぎわっています。行われているのはママによるママのためのイベントです。開催されたのはプチママ祭り。アクセサリーや子供服などママたちの手作りの品の販売や特技を生かしたコーナーが設けられています。企画したのはママたちのグループ NPO 法人チルドリン広島です。お客さんもママ、会場にはママたちの笑顔がたくさん広がっていました。子供たちもこの表情です。泣いてる子もいましたけど、実は今回のイベント、広島県の女性の働く一歩応援キャンペーンの一環として行われています。広島県は1月中旬から働きたいと思いながらも具体的な行動に移せずにいる女性をサポートするキャンペーンをスタート、さまざまな取り組みを進めています。その背景には、女性の社会進出が進む中、女性は結婚や出産で仕事を辞める人が依然として多く、この M 字カーブが問題となっています。特に第一子出産を機に退職する人は 62%、 一方でそのうちの 35% が続けたかったにもかかわらず退職していることが分かっています。県の調査では産後働きたい人が9割以上なのに対し、およそ6割が実際は踏み出せずにいることが分かったのです。こうしたイベントも社会へ飛び出す第一歩です。将来仕事としてやっていきたいか、そこまでいければいいんですけど、はい、ちょっとそういう気持ちは出てきますね。やっぱり趣味だけでは終われず、仕事までには行かずみたいな、そんな感じです。私は、まあ、これが仕事にできたらいいなとは思ってますね。はい、育児も大切にしながらママが働ける働き方とは、ママたちには一歩を踏み出すきっかけになったようです。子供と一緒でもできることはあるし、限られた時間だからこそその時間を活かせる働き方っていうのはこの先も求められるんじゃないかなと思ってるので、いろんな働き方が本当にあってどれもいいんだよっていうことをみんなが気づいて受け入れていく社会になればいいなと思います。希望の思いと現実とのこのズレっていうのをできるだけ、ね、少なくなっていけばいいですよ ね。いろんな考え方を、ね、認められる社会になればいいなと思うんですが、もちろん働きたい人もいれば専業主婦でいたい方もいると思うんですね、はい、でも潜在的に働きたいけれども不安だったり諦めている人が多いというのがやはりデータとして分かったということで、あの県ではいろんな可能性が実はあるので、ママたちの事例などをホームページなどで紹介しながらどんどん後押ししていきたいということですので、皆さんもぜひ、ね、いろんな可能性そこで見つけていただければなと思いました。ホームページ見てもなんかそのエネルギーとか勇気がもらえそうですね、うん、そうですね、社会全体でそういう空気も作っていけたらいいですね、はい、以上サンキューフォーゼロキャンペーンのコーナーでした。